機能を追加したみ。他人事だけど腕が鳴るな。迫り来る黒の脅威。コードネーム G。ニュースをあなたにお届けするニュースいろいろのお時間です。担当は私、高梨と早見でお送りします。ミサちゃんがいつも楽しみにしてる番組だね。ミサちゃんは社会派さんだ。いや、ミサはニュース自体は見てないけどね。え？それじゃあ何を？あ、もしかしてこのダンディーな感じがする男性アナウンサーのファンなのかな。いやそっちじゃなくて、今日のニュースはこちらから。西洋圏の港町が鮮やかな光に彩られました。町おこしのために用意された無数の光、その正体ミサちゃん。さすが高梨アナです。いい、すごくいい。クールな表情に決まったスーツ。一見するとできる女にしか見えない見た目。しかしその正体はザ・ポンコツ。おまけに自分のミスに全く頓着しない強胆さ。このキャラクター最高です。女性アナウンサーのファンってことでいいのかな。気にしないで、アマネ。あー、いつか見てみたい。この人が自分のポンコツっぷりを自制してあの無邪気な笑顔が崩れ去る瞬間を。興奮しながらとんでもないこと言ってるよ、この子は。ミサちゃんの好きなことはできれば私も共有したいんだけど。いやいや、アマ姉には必要ないこともあるから。染まらなくていいから、今のままのアマ姉でいてね。そう、キラちゃんがそう言うなら。年に施行された独り立ち政策は成果を上げています。10代から20代における若者の寮生活率は政策施行以来毎年増え続けているようです。引きこもりなどの社会問題を解決に導いていると専門家も高く評価しているようだね。増えてるんだね、寮生活する人。それならリリーパッドにも新しい子が来るかも。うちにはまだ空き部屋もあるしね。俺っちも人数が増えた方が料理の作りがいがあるな。人が増えるなんて面倒なだけですよ。それより高梨アナのポンコツ発言はまだですか。次のニュースです。国外からの留学生が中心となり、今年もコスプレサミットが都内で開催されました。会場には多くのコスプレイヤーが集まったみたいだね。同じ趣味を持つ人たちとの交流、見ているとこっちも楽しくなってくるよね。サミットは3日間にわたって行われたようです。各国首脳にはコスプレを通して外交関係を円滑に進めていただきたいものですね。高梨ちゃん、一応言っておくけど、サミットっていうのは首脳会議のことではないからね。であればあるほど
ど、それを自覚する瞬間がドラマティックになりますからね。この人なんでアナウンサーになれたんだろうな。私はこの人を採用したテレビ局に心からの賞賛を送りたいですけどね。秘蔵の桃色ゲームコレクションを送ってもいいほどです。相手を賞賛するにしてももうちょっと別のやり方ないかな。これ以上変な人になっても困るぞ。あ、今新しいニュースが入ってきました。どうやら世間を騒がせている怪盗がまた現れたようです。今回は都内にある美術館を一夜のうちに建物ごと盗んだとのことです。あ、この怪盗さんまた出たんだ。楽しい高梨アナタイムを削ってこんなつまらないニュースを流すとは。やはりテレビ局には抗議の手紙を送りましょう。そんなにつまらないかな。美術館を建物ごと盗んじゃうなんてすごく面白い怪盗さんだと思うけど、ミサの感想も間違ってるけど、アマネーの感想も間違ってる。どうせテレビ局の仕込みでしょう。建物ごと盗むだなんて、そんなの今時子供でも信じませんよ。そうなのかな。あ、ほら見てよミサちゃん、現場の映像が出てるよ。あ、すげえ。建物のあったはずの場所がさら地になってる。私は新人ぞ。怪我人は出ていないみたいだけど、早く捕まってほしいね。今日も高梨アナはポンコツを貫きましたね。残念です。今日こそは彼女が挫折する瞬間を見られる気がしたのですが。ミサちゃん悲しそう。じゃあ代わりに私が挫折してみせようか。挫折してみせるってどうやってさ。っていうかミサ、ぜひお願いしますって顔すんな。しかし姉貴、天然ふわふわな姉さんの挫折シーンには高梨アナに匹敵する破壊力が。はいはい、終わり終わり。ニュースもういいなら消すよ。今年もこの季節がやってきました。街を挙げての大食い大会です。大食い？日本中から参加者がやってくるこの大会、今回は今大人気の男性アイドル。あ、いきなり大きな声出して。こいつ潮川雄平、俺っちを任せたやつだ。こいつってこのアイドルの人？アイドルさんに負けたってことはライブとかでってことかな。姉貴、いつの間にアイドルになったんですか？そうじゃなくて、ってミサ、何俺っちの顔をジロジロ見てるんだ。いえ、姉貴がアイドルをやるならもっとボーイッシュな路線で押していったら、これはなかなかにそそるものがあるなと。実の姉を変な目で見るな。って、そうじゃなくって、あれだよ、あれ、あれであいつに任されたの。絶対に次は勝ってやる。あれ、あ、姉貴が負けたんですか？あのお得意のあれで。そうだよ、初めてのことだったから俺も悔しくて悔しくて。あれ、初めて。二人とも何の話してるの？ああ、アマネーは知らないんだっけ？まあ知らないなら知らない方が。大食い大会のことなんですけどね。ミサ、なんでバラすのさ。別に隠す必要もないでしょ。意外でもなんでもないですし。キラちゃん、大食い大会に出てたんだ。あー、うん、まあたまにね。たまに？しょっちゅうでしょ。なんでそんなにはぐらかしたがるんです？別にはぐらかしちゃいないけどさ。料理が得意なのとも関係があったりする？なくはないかな。試食ついでに食べるのも得意になったっていうか。
まりまとめると、キラちゃんは大食い大会の常連さんで、次の大会で塩川さんにリベンジしたいってこと？まあそういうことなんだけど。待って、あまね、なんで目をキラキラさせてんの？キラちゃんはこの前私のガムダイエットのことでたくさん心配してくれたよね。あれは俺っちが勝手に心配しただけで。なのでお姉ちゃんは今からその恩返しをします。え？今度の大食い大会、キラちゃんが優勝できるように私が全力でサポートするからね。おう、でも諦めた方がいいですよ、姉貴。こうなった姉さんは止まりません。人の行為は素直に受け取っとくもんです。わかった、わかったよ、アマネ。サポートよろしく。うん、私たちに任せて。頑張ってくださいね、姉さん。私たち、私まで頭数に入ってるんですか？よし、ミサちゃん、まずはキラちゃんの応援歌を作ろう。二人で歌ってキラちゃんを応援するの。歌に関しては気持ちだけ受け取っとくよ。実は今日は自主練習しようと思ってたんだ。これからジャシコで食材を買って。じゃあまずはみんなでお買い物。それこそ私たちでも手伝えるんじゃない？すみません、私は別件があるので遠慮します。ミサちゃん、その別件明日にできないかな？お姉ちゃんからのお願い。姉さんの上目遣いだと。負けるな私。ミサ、無理しなくていいぞ。寮のみんなでキラちゃんの力になってあげようよ。ダメかな？参りました、姉さんの頼みとあらば分かりましたよ。大した用事じゃないし付き合います。これ以上私を誘惑しないでくれますか？やった、協力してくれてありがとう、ミサちゃん。まったく天然にはかないません。3人揃って出かけるのは久しぶりかな。なんだか楽しくなってきたよ。それじゃあ、マネ、いざ部屋で支度して10分後にここに再集合でいいかな？うん、準備してくるね。おや、皆さんでお出かけですか？あ、管理人さん。そうなんです、キラちゃんのお手伝いで。そうだ、管理人さん、帰ってきたらいろいろ作って食べるんでだいぶ騒いじゃうと思うんだけど。気にしないで大丈夫ですよ、ここは皆さんの家なんですから。僕もこれからしばらく出かけるので夜間の留守はお任せします。くれぐれもあまり羽は外しすぎないようにね。大丈夫です、私がついてますから。ふむ、みんな自分の部屋に戻っていったね。外出の準備か。我々が観察できるのは準備までだな。アマユ殿たちのお出かけを見守れないなんて、地球の環境が憎いよ、ピータンは。お前という存在を寮に閉じ込めたんだぞ。むしろ褒めたたえられるべきだろう、地球は。地球人類の約半分を守ったんだからな。なんて言われようだ。さ、アマヨシの部屋に戻るぞ。彼女は要監視対象だ。仕事だ仕事。もう任務？待てよ、お出かけの準備ということは、これはもしかして、もしかすると待機中。よし、これでいいかな。お菓子のところはないよね。早くロビーに戻らなきゃ。早く戻ってきていればこんなことにはならなかったのに。
すりだな。これに懲りたら無駄口は控えろ。しかしなぜだろう、今後もこういうことがありそうな気がする。誰？まずい、声を聞かれたか。ちょっと待って、この距離で気づかれるなんて。いかん、やっぱり声がする。キラちゃん、ミサちゃん、いるの？隠れろ。ちょっと待って、今ビータンたち以外の声がしなかった？いか、うわ、なんだこいつらは。何これ、気持ち悪い。地球の小動物かな。気持ち悪い。え、今喋ったような。この美しいフォルムがわからないから。うそ、怒ってる？何なんだ一体、こんな生き物がいるなんてデートにあったか。わかんないけど、でも友好的じゃないのは確かみたいだよ。イカはイカズ、イカはイカだ。2体、3体、4体、どんどん増えていくぞ。アマユ殿の目の前にも。どうしよう、危険な生き物だったら愛しのアマユ殿がピンチだよ。誰もいないよね。こんなところに人が隠れられるはずないし。で、あれ、この変なやつのことアマユ殿は見えてない？見逃す距離じゃないぞ。地球人には見えないのか。イカだ！うそー！襲ってきた！仕方ない、銃を取れビータン。アマヨシから姿を隠したままこの生き物たちを排除する。Yeah!
の？なんで？待機中。決まったな。気のせいだったのかなって、もうこんな時間、キラちゃんたち待たせちゃってるよ。アマヨシは言ったようだな。うん、なんとか見つからずに倒し終わったね。緊張した。予想外の出来事だったな。あの生き物は一体何だったんだ。アマヨ殿には見えてなかったよね。地球人には認識できないってことは地球の生物じゃないとか。情報が足りん。そうとは言い切れないが、何にせよ調査の障害になるのは確かだ。ひとまず司令官に報告しよう。了解。変なのには襲われるし、機械は見逃すし、散々だったな。もう以上が先ほど起こった事件の顛末です。気持ち悪いし凶暴だしで大変だったんですよ。アマヨ殿が襲われなかったのは不幸中の幸いでしたけど。地球人には認識できないイカのような生命体か。まさかあの、いや、そのはずは。司令官、何か心当たりがあるのですか。音声のデータベースに確認を取っておこう。報告ご苦労だった。引き続き地球人の生態調査の任務に当たってくれ。了解であります。通信切れちゃったね。司令官、何か知ってる感じじゃなかった。確かに B もそう感じたか。いや、むやみに上官を疑うな。司令官が何でもないと言ったんだ。部下はそれを信じるしかない。ま、いいけどね。それよりカメポン、アマヨ殿たちも出かけちゃって二人きりだね。ん？ああ、そうだな。今なら何をしても誰にも聞かれる心配はないよ。 B、 カメポン、恥ずかしがらないで B 担任に身を任せて。B だだだだ。誰にも聞かれないなら、お前に教育的指導もし放題ということだな。このタイミングでそれはやめておこうよ。元はといえば、さっきはお前がギャーギャー騒いだせいでアマヨシに見つかりかけたんだぞ。それは濡れ衣だよ。ねえカメポン、今何か横切ったよね。まさかまだ連中の生き残りがいるのか。勘弁してくれ。
私はもう相手をしたくないぞ。 B、 お前が見てくるんだ。もう人使いの荒い相方だよ。まったく。こっちかな、それともこっちかな。真剣に選んでますね、アニさん。いやいや、おかしいでしょ。どっちがいいかな。ねえキラちゃん、こっちのフリフリワンピースとこっちのもっとフリフリなドレス、どっちがキラちゃんに似合うかな。おかしいでしょ。食材買いに来たのになんで服？選択肢もおかしいし。ちょっとだけ寄り道だよ。キラちゃんあんまりお洋服持ってないから、私がプレゼントしてあげる。外行きの服が少ないからって制服を着てくる始末ですからね。私みたいに部屋着でいいのに。いい機会に何か見繕ってもらいなさいな。部屋着ならこのパジャマも可愛いよ。ほら、すごい色だね。俺には似合わないんじゃ。気持ちは嬉しいけど、せめてフリフリは選択肢から外してくんない？絶対似合うと思うよ。そうですよ姉貴、ボーイッシュキャラが女の子らしい格好をしたら意外と似合う王道展開じゃないですか。嫌だよ、あんなフリフリしたの恥ずかしいし。おー、いいリアクションですね。萌えポイントがぐんぐん上がってますよ。それじゃあ次はあのフリフリワンピースを着てみて、これが俺って言ってみましょう。いざ、実の姉を何だと思ってんの。攻略対象ですかね。後で意味を調べとくよ。キラちゃんキラちゃん、このブラウスはどうかな。フリフリで可愛いよ。アマネーも俺の話聞いてくれよ。フリフリは却下。それより先に食材買いに行こう。ごめんごめん、本題の方も頑張るからね。まったく、いまいち燃えない姉です。素材はいいのにもったいない。そういえばキラちゃん、大食い大会って何を食べるの？当日までわからないんだよね。だから練習ではとにかくガツンと腹にくるものを食べて食べて食べまくるよ。腹にガツンとですか。ちなみに初心者なら柔らかくて中身が単純なもの、ミートボールとかスポンジケーキがいいんだ。ホットドッグとかハンバーガーみたいに複数の層がある食べ物に移るのは俺っちみたいに大会常連になってからだね。キラちゃん物知り博士だね。その大食いにかける情熱を少しでも勉強に向けられれば。勉強じゃ腹は膨れないだろう。あ、ちなみに大食い時の呼吸は食べながら鼻で空気を。はい、おしまいです。大食いするのは姉貴だけでしょうが、うんちく語ってんじゃねえですよ。ちぇ、付き合いの悪い妹様め。私は早く帰りたいんです。題材決めますよ、大食いの。キラちゃんには複数の層がある食べ物がいいんだっけ。ま、俺っちなら何でもいけるよ。さっきのうんちくは何だったんですか。それなら、そうですね。やはり大食いといえばピザでしょう。確かにガツンとくるものだな。ミサのイメージではピザなんだ。ちょっと意外だ。何言ってるんですか姉貴は。例えばピザとそら豆だったらどっちが大食いに適していますか。それはピザだけど、なんでそら豆と比べたのさ。ピザと豆腐で比べてもピザの方が適しているでしょう。だから相手組み合わせが悪いでしょ。なんですか、納豆が良かったですか。その豆への扱いの悪さは何なの。ピザが食べたいのはミサちゃんじゃないのかな。
あ、そういうことか。まあそうですね、認めましょう。めったに食べる機会がないので、たまには悪くないかと。それならそうと素直に言えばいいのに。それじゃあピザにしよう。簡単なものならみんなで作れるし楽しみだね。たくさん買ったね。あまね、運んでくれてありがとう。助かったよ。私も運んだでしょう。多少は。それにしても買いすぎな気しますが、一体何人分ですかこれ。大食いの特訓用だから、とにかく量がないとね。それにみんなでこれだけの分を作ったらきっと楽しいでしょ。さて、それじゃあ作るとしますか。おお、完成したら呼んでくださいね。みさちゃんも作るの。ほら動いた動いた。ほい。あ、3人の愛らしい姿がピータンの傷を癒していくよ。あれくらいの指導で音を上げたのか。情けないやつだな。あれくらいって、ピータン悲鳴上げすぎて喉が痛いくらいだよ。言い出しっぺが探索を途中で放り出したことへの罰だ。私は物足りないくらいだがな。それにしても、あまね、からしをそんなに入れなくていいから。お、ごめんなさい。みさ、生地にチーズ乗っけて。お料理は苦手なんですけど。ダメにしちゃっても知りませんよ。頑張ったら後で、あの服着てあげるから。あ、フリフリとかパジャマとか、それならいいでしょう。キラシの指揮能力には目を見張るものがあるな。小隊長に向いていそうだ。今何か横切らなかったか。あ、ピータンもさっき見たんだよ。黒いやつでしょ。やはりまだ脅威が残っているのか。よし完成。みんな自分の席について。やっぱり作りすぎでしょう。私こんなに食べられません。特に姉貴の皿の上、何ですかそれ。ピザが20枚くらい。うん、21枚。思ったより作らなかったよ。少ないくらいだ。一枚一枚の大きさを考えましょうよ。大食いキャラにも限度がありますよ。まずは軽くウォーミングアップ。それじゃあいただき。お姉さん、そこに何かいるんですか。え、あまね、ミサどうかしたの。こきありゃー。一時撤退です。生物のこと。ビータンたちよりも小さいけど、何がそんなに怖いんだろう。待て、今知ら、通称 G。 見ての通り小さな生物だが、地球ではイフの対象として有名らしい。恐ろしい数のデータがヒットするな。地球人にとってあの G とは暗殺者やテロリストに匹敵する脅威なのだろう。見てない。俺は何も見てない。あのキラ殿が足がすくんで動けなくなるくらいだもんね。とんでもなく危険な生物なんだな。 G が飲食物の周辺に出現した場合、地球人の生命に危険が及ぶこともあるそうだ。排除って言ってもピータンたちよりずっと大きい地球人が怯えてるんだよ。ピータンたちに何とかできるの。安心しろ、奴らには弱点がある。データによれば、地球人は G に対抗するため殺虫剤なる兵器を常備しているらしい。殺虫剤ね。よし、
G はどこかに隠れちゃったし、今のうちに殺虫剤を探そう。ちょっと待ってね。ロード中だ。ん？こう思われる。中身が空のようだ。え？あ、本当だ。振るとカラカラ鳴る。ってうまいこと言ってる場合じゃないよ。どうしよう、カメポン。新しい殺虫剤を見つけてくるしかない。しかし、その間にキラシがGに襲われたら。怖いならさっさと部屋から出る。でも俺足が。ハリアップ。はい。すごい、キラ殿が我に返ったよ。ふう、姉貴は昔っから虫がダメですね。追い払うのはいつも私です。まあ圧倒的優位な状況で G を追い回して駆逐するのは結構楽しいのでいいですけど。死ぬがいいです、この海中メガ。これが殺虫剤。ミサシのあの様子を見るにかなりの非人道兵器のようだな。ねえカメポン、なんだかフラフラしない？それになんか頭痛い。そうか、部活だった。危険生物を駆逐するほどの毒ガスだ。きっとあの兵器は我々にも有毒。どうしよう、カメポン。ピーターたちついでに駆逐されちゃうよ。黙ってやられるわけにはいかない。じゃあラジャー待機中。やったか。
Be quiet. なんか聞こえた気が。望むなら今すぐ私の腕で死なせてやろう。さあこっちへ来い。あ、ちょっとタマ、それピータンが望んでるやつと違う。そんなことよりカメポン、まだ状況は終了していないよ。おしゃべりするのは G を排除してからにしよう。それもそうだな。あはは、まあ命かかってるので。また毒ガスが散布されたらかなわないよ。データによるとG は相当なスピードらしい。ふむふむ。ということは、あそこだ！バルコニーに通じるガラス戸！合理的だな。もう何発も当ててるのに！ハッピー弾で物を動かすのはしんどいよ！これでも居候の身だ。器物損壊するわけにはいかないだろ。しっかりしてるな。待っててね、キラちゃん。私が G を追い出してくるから。あ、雨よし、戻ってきちゃったか。責任感の強い雨よ殿は素敵だけど、正直今は困るよ。仕方ない、雨よしから姿を隠しながら。いかが、うさー、カメポン、また化け物が出た。なんだと、くそ、この大変な時に。イカだかなんだか知らないけど、G から女の子たちを救う邪魔するなら。ビータン熱くなるな。ガラス戸への攻撃が最優先だ。邪魔する敵のみその場で蹴散らせ。ラジャ Now loading。 よく聞け。よし、確かに何か聞こえたような。やったか、ダメだ。よし、サルタック。よし、コリン。よし、ガラス戸が開いたぞ。それじゃあ肝心の G は。あ、よかった、外に行っちゃった。窓、ミサちゃんが開けておいてくれたのかな。やったー、カメポン、任務完了だよ。ああそうだな、イカの姿もいつの間にか消えている。何だったんだ一体。キラちゃん、奴は退治したんですか。ううん、外に出て行っちゃった。よかった、甘ねえ、ありがとう。大したことはしてないけど、キラちゃんに頼られて私嬉しいかも。情けないところをお見せしました。普段は強気なのに実は虫ごときが苦手とか、ますます王道言ってますよね、姉貴。変な理屈で褒められてもあんまり嬉しくないな。変な理屈じゃありません。知らないよ。はあ、もういいから席に戻ろう、お腹空いちゃったよ。あ、でもキラちゃん、ピザには殺虫剤が。え、
あ、そうか。出しっぱなしだったからピザにもかかっちゃったよな。あ、おまけに踏まれてる。これはもう食べられないね。その、すみません。え、何が？殺虫剤を撒いたのは私ですから。姉貴の予行練習が台無しに。ミサちゃん、え、何？責任感じてるの？ミサが？なんですかその口調は。人が謝ってるのに失礼ですね。いやいや、珍しいものが見れてむしろラッキーだよ。確か、萌えポイントって言うんだっけ。萌え、調子に乗らないでください。そもそも私はもともと鉄道機もなくてですね。ああ、そうだよ。だからミサが気にする必要なんてないだろ。ずるい言い回しですね。それを言い出したら、そもそも姉貴の大食い大会は。ん？なんだって？何でもありません。ピザを片付けましょう。今日はお開きです。だね。アマネーも手伝ってもらったのにごめんね。そんな。いいよそんなの。私はいつでもキラちゃんのこと手伝うから。困った時は私に何でも言ってね。うん、そうするよ。今日はこれ以上何もなさそうだな。あとは片付けを静かに見守るとしよう。うん、そうだね。はあ、ビートン、どうかしたのか。あ、うん、ちょっとね。今のため息。キラ殿。ナウローディング。おかえり。任せといて。私に不可能はない。